皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズやっていきます。じゃあ今週は部活に出ようかな。5月27日月曜日、集合。はい、行ったぞ。おー、6月1日土曜日。あ、プロミア、どうだい調子は。絶好調です。かなり気合が入ってます。玉拾いとはいえ負けたくないですから。そうか、その気持ちは大事だぞ。はい、これからもその調子で頑張るよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。今日も部活頑張ったな。あ、なに。あ、龍馬くん、龍馬くん、お疲れ様。ね、一緒に帰らない？別にいいけど。やったー、じゃあ帰ろ。どうした？どうしたの？何か話さなくちゃ。あ、そうだ、何？ねえねえ、あと半月だね。何が？何が？都大会。私なんか今からすごく緊張しちゃって。へえ、勝てるんだ、ランキング戦。はあ、龍馬くんはいいよね、余裕あって。当然。さすが龍馬くん。何？龍馬くんだなって、そう思っただけ。私なんてまだまだ、そんな自信持てそうにないよ。ちょっと打ちに行く。行く。え？近くの公園にコートあるけど。じゃあ行こう。龍馬くん、もしかして練習付き合ってくれるの？別に、俺が打ちたいだけで。行くの？行くに決まってんじゃん。行く、今日はちょっと。行くに決まってんじゃん。行く。急ぐよ。うん。へえ、こんなとこにこんな立派なコートがあったんだ。よく知ってるね、龍馬くん。ここで打ったりしてるの？初めてだけど。そうなの？あ、そう。誰かと思えばあなたじゃない、早川さん。てか名前呼びになってる。私に負けたくなくて夜の特訓にでも来たの？違います、早川さん。まあ今からどうあがいたってブランクは埋められないわよ。それはどうかな。というより私との差は開く一方ってとこじゃない？なんだと？そんなことない、私今必死に練習積んでるんだから。あら、そう。あなたの付け焼き場なテニスで私に勝てると思ってるの？付け焼き場って。なんだったらここで決着つけちゃわない？今？別に都大会まで待つ必要なんてないわ。悔しさにのた打ち回るあなたの姿、早く見たいし。どう？性格悪。何よ、調子に乗っちゃって。笑えるね。え？何ですって？龍馬くん、何を。安っぽいドラマの続き、早く見せてよ。ドラマって、これアマプラとかネトフリにあるかな。ま、どうせ悪役が負けるって相場は決まってるけど。確かに。私のこと言ってる？私がこの子に負けるわけないじゃない。じゃあ勝負しようよ。じゃあやってみる。だったら俺も出演するぜ。ユータ？ユータ、富士山。でもこれは私の勝負で。ユータ久しぶり。ここのルールがあるだろう。ルール？それはそうですけど。芝居続くんだ。で、誰？
ユータだよ。あなた、ルドルフの藤ユータさんを知らないの？私は知ってるよ。信じらんない。あのね、この人はユータでしょ。もういい、楓、時間がもったいねえ。あれ、楓呼びしてたっけ？さっさと始めようぜ、越前。それとなぜ私たちの名前を？え、私たちの名前なんで知ってるの？今年声楽に入ったすげえルーキー2人、いろいろ噂聞いてるぜ。すげえルーキーだなんて、そんなのガセネタです。この子3年間もテニスから逃げてたんですよ。早川さんは黙ってて。今は違うわよ。んなことどうでもいい。とにかく俺はこいつとやりてえんだよ。龍馬くんと？な、越前。別にいいけど。よし、決まりだな。だがここのルールには従ってもらうぜ。だからルールって？ルール？ここはダブルス専用だ。ワンゲーム形式で負けたら交代する。うん。それでいいな。いいよ。いいんじゃない、負けないし。そうだね。けっ、そっちのあんたは？いいよ。ああ、はい。また逃げるんじゃない？負けるの分かってるし。なんだと？だったら試してみれば？やってみなきゃ分かんないわ。そうかも。何弱気になってんの？これかこれ。上だな。だったら試してみれば？な、その生意気な口、いつまで聞けるかしらね。そっちこそ。ちょうどいい。噂通りの実力か、俺が確かめてやる。噂以上かもよ。ね。そう来なくちゃな。準備 OK。ミニキャラかわいい。頑張ろうね、龍馬くん。行きます。ふっ、やっ、ちょっと待って、早っ。ラブ15。悲しい音楽。やめだやめ。こんな試合面白くもなんともないぜ。え、まだやり足りないです。私も。あんた左利きと戦った経験ほとんどないよな。多分ぎこちないから越前までペース満たしやがって、つまんねえ。龍馬くんごめん。期待外れもいいとこね。ブランクが長いから何も言えない。左利きは苦手とか言い訳しながら細々とテニス続けていくのね。何も言えない。くっ、
言いたい放題ってやつだね、悪役。そうだね、龍馬くん。戦えばいいんじゃない、左と。え？こうして新しい練習方法、対左利き専用対策練習、略して対左対策が追加された。6月2日日曜日、今日はテニス部の合同練習日だったよね。ランキング戦もあるし、よし、順位が上がるように頑張るぞ。これよりランキング戦も行う。呼ばれた者からコートに入れ。はい。次々と発表されていく対戦表、その中には私の名前もあった。おお。最初の相手は2年の林先輩か。桃城君と戦うのか。どんなプレーするんだろう。ま、とにかくランキングアップするには絶対勝たなくちゃ。林先輩との試合は、あ、これ主人公？やった！これって圧勝ってやつ？練習の賜物だね。おお、すごいじゃん。次の相手は緑山さんか。うん、勝てそうかな。緑山さんとの試合は、やったー、完璧なゲーム運び。これも練習の成果かな。おお、すごいじゃん。最後の相手は桃城先輩。気合い入れていかないと吹っ飛ばされちゃいそうだよね。そうだね。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。 よし、落ち着いて行くぞ。行きます。おっと、やっ、うりゃ、やっ、うりゃ、ラリーになっちゃってるよ。入った？入っちゃったよ。ラブ15。いきます。やっ、手前に落としたいな。やった。何？15オール。だよね、アウト。アウトだ。あれ、15-30。行きます。アウト。やった、アウト。ラッキー。30オール。やった。何、40-30。おっと、いっちゃーはっ、いっちゃーはっ、やっ、やった。何、ゲームプレイヤー。私強くなってる。準備 OK。 やっ、アウト。アウト。あ、あれ、15ラブ。下手に下ボタン押さない方がいいな。やっ、うりゃ、え、アウト。アウト。やった。15オール。せや。おっと。おっと。アウト。アウト。やった。15-30。
もうシングルスはね、アウトを願うことしかないよ。せやっ、早いなぁ。うりゃっ、いっけー、うりゃっ、アウト、アウト、やった。15-40、これで取れれば。面白くん、次もアウトでお願い。やった。何、決まった。ゲーム、プレイヤー、ゲームセット。やったね、ウィン。嘘、面白先輩に勝っちゃった。奇跡かもしれない。今日は参戦全勝だったな。もしかしてランキング1位も夢じゃないかも。そうだね、なんてそんなうまくいくわけないよね。6月2日日曜日、今週は何をしようかな。おお、結構上がったね。あれ、さくのちゃんも上がってる。りょうまくん3位、すごっ。じゃあ今週は休息しようかな。6月3日月曜日、ん、6月8日土曜日。あ、体育祭か。盛り上がってるな体育祭。おお、私の参加競技は全部終わっちゃったし、のんびり見学しよっと。あ、藤先輩、喋んないの。クロミア、あとは見学会。はい。藤先輩、あ、はい。先輩はこの後の部活対抗リレーですよね。うん、もうすぐ始まるみたいだね。頑張ってください。え、もう？それじゃあ私応援してますから。あ、よろしくね。負けると大変だからさ。どういうことですか？大変？なんでですか？あ、もしかして犬いじるですか？手塚のお説教と乾の体育祭用スペシャルジュース。あー、うえー、絶対負けるわけにはいきませんね。だろ？はい。でも藤先輩、余裕って顔してますよ。ああ、アンカーがアンカーだからね、負ける気がしないよ。そうなんですか？アンカーって誰だろう。僕が何位でバトン渡したって、あいつはきっと1位でテープを切る。あいつ、もしかして龍馬くんかな。そう思うだろ、グロミア。はい。アンカーですか？あ、龍馬くん、龍馬くん、調子はどう？まあまあだね、いつも通り。そっかそっか、頑張って。藤先輩の期待に応えなくっちゃね。あ、龍馬くんがアンカーだから余裕で優勝だってさ。はあ、で、そういう藤先輩何番目？龍馬くんの前だよ。龍馬くんの前だから最後は藤先輩からバトンタッチだね。楽しみだね。そうだね。え、何が？練習でも試合でも見たことないじゃない、あの人の真剣な顔。そうかな。あ、ないかも。近くで見られるんじゃない、本気出せばの話だけど。そうだね。あ、そろそろ時間でしょ。じゃあ頑張って。ウィース、かわいい。おお、スタートした。おお、1年組が応援してる。うん、いいスタート。テニス部頑張れ。あ、トープ取られちゃった。あー、負けるな。あ、また抜かれた。でもテニス部の次の走者は藤先輩だもんね。よし、藤先輩にバトンが渡った。藤先輩ファイト。あ、さすが藤先輩、あっという間に2位。あ、よし、藤先輩から龍馬くんにバトンが渡った。俺じゃ誰が誰だか分かんないよ。いけー龍馬くん、もうちょっと受け。
ニス部一着おめでとう。おめでとう、龍馬くん。がっかり、余裕だった、あの人。あ、藤先輩？え、もしかして藤先輩のこと？まさかあの走りで本気じゃなかったってこと？笑ってた、バトン渡すとき。そうなんだ。そうなの？本気出すやつもどうかしてると思うけど、こんな遊びで。遊びだなんて。龍馬くんも本気じゃなかったんだ。やっぱりすごい二人。そうだね。体育祭の目玉競技、部活対抗リレーはテニス部の優勝。おめでとう。うん、楽しい体育祭だったな。6月9日日曜日、今日は何をしようかな。じゃあ龍馬くんを誘ってテニスクラブに行こうかな。龍馬くん、よし、龍馬くんを誘おう。はい、越前です。あ、もしもし、龍馬くん、黒宮ですけど。チェース、そろそろ電話来ると思ってたら本当に来たよ、なんてね。そうなの？手が変わった。龍馬くん、今日って暇？よかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しない？そうだな、確かに練習するのも悪くないかもね。やった。それじゃあ一里にテニスクラブ前で待ってるね。一里だね、わかった。今日はとことん鍛えてあげるよ。いいの？ありがとう。龍馬くんとの練習だもんね、気合い入れないと。龍馬くん来てるかな。よかった、まだ来てないみたい。悪い、待った？猫の餌を用意してたら遅くなった。ああ、カルピンの？うん、私も今来たとこ。さて、中に入ろうか。今日は黒宮をみっちりと鍛えてあげるよ。いいの？ありがとう。じゃあお願いします。うん。準備はできたの、黒宮？できてんなら始めるけど。準備できたよ。うん、よろしくね、龍馬くん。ねえ龍馬くん、お願いがあるんだけど。何？やだ。なんでここは喋るの？冗談だよ。で、何？あのね、私にツイストサーブを教えてくれないかな。ツイストサーブは難しいよ。あ、これもしかして必殺技かな。本気で言ってるの？それ。うん、うん、試合の時にこれっていうものが欲しくて。龍馬くん、ね、お願い。やっぱやだね。龍馬くん、あのさ、もっと考えたら。何を？自分のできること。私にできること？それ磨いた方がマシだと思うけど。まあね、自分の？どうする？練習するなら少しぐらい付き合ってもいい。龍馬くん、やるに決まってんじゃん。私だけの技。分かった、必殺技の特訓付き合って。おお、ひゃっ、おお、すっごい黄色い。せい、てあっ、はあ、足が止まってるよ。やっぱり無理なのかも、私。もうおしまいなんだ。いや、まだまだやれる。だってこんなに練習してるのに何もできないし。まだまだだね。今のってまだウォーミングアップだと思ってた。ウォーミングアップ？お前の本気って
結構薄いんだね。そんなことないよ。じゃあ俺帰ってゲームやるから。あ、待って、帰らないで。ま、待って。何？龍馬くんもいっぱい練習したの？そりゃね、ツイストサーブやドライブ B を自分のものにしたとき。教えない。なんでよ。きっとそうなんだ。龍馬くんだって努力してあの技を。ごめん龍馬くん、もう少し付き合って。ふん、やる気出たんだ。うん、ま、いいけど。はっ、ふん、とりゃ、へい。あ、できた、おめでとう。へえ、相手ベースラインを越えてまた戻ってくるんだ。なんていう技の名前だっけ？トンビ返しだっけ？あ、やった、ありがとう龍馬くん。別に俺が教えたわけじゃないよ。でも、でもあの今の技の名前つけてもらっていいかな？面倒くさ。ダメ、そんなこと言わずに。ね、ね。じゃあ変わった軌道のドライブショットだから変速ドライブ。全然違ったわ。変速ドライブ、私の必殺技か。ありがとう。言っとくけどその技いつでも出せるわけじゃないから。そうなの？試合中体力ゲージの上にマークが出た時だけ必殺技ボタンで出せるよ。メタ発言ありがとう。ま、タイミングを大きく外したら失敗するけどそれぐらいできるよね。うん、うん。でもこの技使うとすごく疲れるね。必殺技は体力をたくさん消費するから注意した方がいいよ。うん。でもチャンスなのに出さないっていうのももったいないよね。そうだね、うん、そうだね。分かってるよね、お前の技ってまだまだ未完成ってこと。うん。試合の中で使っていかないといつまで経っても未完成のままだよ。うん、わかった。経験を積んで技を磨いていけってことだね。うん、わかった。こうして私は必殺技変速ドライブを習得した。これも龍馬くんのおかげだ。龍馬くんには感謝しなくっちゃ。そうだね。6月9日日曜日、今週は何をしようかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。